ということで早速ゲストさんがお見えになられておりますので一人一人紹介してもらいましょうかまずじゃあ奥の方からお願いしましょうねはい、えー、こんにちは、はいえー、読壇村役場福祉課の山内と言いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそしてもう一方、はい、同じく福祉課、えー、老人福祉係の近城ですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますということで、えー、今日のテーマは読壇村の高齢者福祉の現状ということです 各種介護予防事業の紹介という形のテーマを取らせていただいております、えー、テーマに沿っていろいろと毎週ですねこの放送をしていくんですがその前に課長の方にご質問なんですけれども、はい、読谷村役場いろんな課がありますね、はい、で、えー、課長たちの課は福祉課ということで、はい、まずこの福祉課とはですねどういう課なのか 読谷村役場のこの福祉課とはどういう課なのか、こちらのご説明をいただいてもよろしいですか読谷村役場の中に健康福祉部という部があります、はいはい、でそちらの中に、あのー、福祉課、子ども未来課、健康推進課、健康保険課などが部の中に課としてあります。はいでえー、福祉課の中にです、ねうん、また4係 現在あります地域福祉係、うんで、障害福祉係、はい、老人福祉係、うんで、地域包括支援センター係ということで、はい、福祉課の中にさらにまた4係が現在、えー、仕事をしています今、課長からご説明がありましたが、金城さんは何係になるんですか、福祉課の私は老人福祉係になります老人福祉係ということで、老人に関わる全般的な。 お仕事をじゃしているとそうです、ね、いうことですか。はい、主に金城さんがやっている担当というのは何かあったりします。まあ係りまあいろんな業務を持っていますが、はい、まあ介護保険に関する手続きだったり、はいはい、あとは、まあえー、まあ在宅の高齢者の生活を支えるサービスだったり、はい、あと。 力入れているのが介護予防に関するものですね、先ほど課長からありました EMR 共生事業だったり、またシルバー人材センターだったり、あと老人クラブだったり、そこのサポートをしています。など。あのあれですよねもちろん自立を目指すということでの福祉課の方々のメンバーだと思いますけども、実際に。 読谷村の今現在でいいんですけども、はい、高齢者の天井っていうのを皆さんよく聞いてると思うんですけど、はい、えと少子高齢化っていうのが進んでいて働き盛りの人口の割合が減っていって逆に高齢者の人口が増えていって読谷村の全人口に占める高齢者の割合っていうのがえっ、ー、と。 4月1日時点でいうと、はい、今年の人口4万1625人に対して9197人、はい、高齢化率が22％。これは65歳以上の高齢者と。うん、そうですお。なるほど、9197人、はい、高齢化率が22％。はい、これは何を意味する数字になりますかね。高齢がですね、うん、えっとまあ、5年前と比べたら、うん。 18.6%だったので、はい、この5年間だけでも3.4%増えていると急激に今増えていっているということですね。なるほどこれがじゃあまた年数を重ねるごとにさらに増えるという,そう,いうデータも見れるということなんで例えばそれがですよ今後増えることで何が変わってきますか、うん あのよく2025年問題だったり、はい、2040年問題ってあるんですけど段階の世代一番人口が多い世代が、えーとまあ、全員75歳以上になるっていうと,、はい、えとやっぱ介護が必要な方が急激に増えるということが問題になってくるとるまあ元気でいればいいんだけど、はい、まあ介護が必要になってくると。えーと それだけ支えるこの若い人たちも今、減っている状況なので支えきれなくなってくるとなるほど